今井さんがキャリア30年マイベストソング3選。あー悩ましいね。このベスト3選の中に入れようか悩んだんですけど、まあもう語り尽くしてるし、今回はねあえての最もあがいていた時期、自分には代表曲もなければまだねこういわゆる茶の間に浸透した曲もないし、レコード会社の人をとっ捕まえてですね曲を書かせてくれみたいな話をして、こんなワンループで曲売れねえよって言われ続けて、30分かかんないぐらいでこのピアノパーって弾いていい曲書けたなプラスその先にあるものまでなんかリーチできたんじゃないか。もう出ないっていうことで。そうなのよ。なんなんだっていう。これねいろいろ悩んだけど、まあじゃあ3つ目いきます。懐かしいね。わかるかな。わかんないでしょ。これはもう懐かしいぞ、マニアックで。はい。何の話でしたっけ。というわけで、まだ音楽で、はい、音楽でそうオープニング終わってないっていうね。はいはい。ということで音楽で日本を楽しくということで、はい、あのね今井亮介 YouTube チャンネル、今回もよろしくお願いしますと。今日はですね、はい、ちょっと今井さんに、今井さんがキャリア30年、29年ですね。もう来年ですね。という長いキャリア。やれやれですね。はい。の中でご自分で、うん、マイベストソング3選。うん、あまたそういうのねやるよね、まあ、理由はいろいろあると思うんですよね、うん、今井さんのターニングポイントになってきたのが、はいはいはい、自分の中ですごい思いがあった曲みたいな、うん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 、なのでこの3選の曲3曲と理由を合わせてちょっとお話しいただきたい。そうだね、あ悩ましいね、うん、そうですね。ではまず1曲目いってみましょう。はい、はい、1曲目はダブルのシェイク、うん、1999年に発売されたフォーライフレコードから発売されたダブルというね姉妹2人組のユニットのシェイクという、彼女らからすると4枚目のシングルだったんじゃないかな。その当時自分が最もあがいていた時期、つまりまあ自分には代表曲もなければまだねこういわゆる茶の間に浸透した曲もないし、でも、茶の間に浸透しているなんか誰とは言わないが J-POP なダッサイポップスなんか作ってなるものかというね、若かりし頃ゆえのねこう野心がメラメラ一番してた時期で、なんかこう日本の音楽のトレンドをぐぐぐっと変えられるような曲は作れないものかって、まあとある日ねダブルというアーティストの声歌声をね聞いて、あーなんかこういう声の人たちがもっと自分が好きなタイプの R&B とかを歌ってくれたらめっちゃいいのにと思って、何かの拍子にライブに行った時だったかなんかでね、レコード会社の人をとっ捕まえてですね、ちょっと曲を書かせてくれみたいな話をして、でなんかいろんなご縁をそこでいただいてセッションする。当時ね僕南青山だったかな、なんかでアパートマンション借りててそこを自宅スタジオにしていて、まだ23か4歳ぐらいの頃ですよ。そこのホームスタジオにですねダブルのお二人が来てなんて、で初めましてでセッションしたらですね、彼女らからしてもなんかもっとチャレンジな曲やってみたいみたいな強い意志をですねすごい感じたんですよね。今まで僕が感じたその当時まだ R&B っていうのが、まあもちろんまだそんなに世の中の主流なの、宇多田さんとかも出てない、MISIAさんですらデビューするかしてないかぐらいの頃だったと思います。まあそういった R&B をねもうちょっとこうちゃんとムーブメントとかもっとトレンドとして捉えてっていうことが始まりつつはあったけども、若かりし頃の僕の暴言だと思ってくださいという感じなんですけど、なんかその歌謡曲にアメリカとかグローバルトレンドになってるこういう R&B とかヒップホップの一部の音色をふわっとまとっただけで、なんかその楽曲の構造まで、いわゆる構造の本音内側までバリッとこう、いやこれはイケてるわかっこいいわって思う曲は世にも出てなかったし、自分もそれを作ったとて世に出るような風潮もなかったと。こんなワンループで曲売れねえよって言われ続けて、いやいやワンループでもかっこいい曲あるし売れますよきっとって言いながら、この
ダブルさんのシェイクという曲ね、あの皆さん YouTube にね上がってたと思うんで、ぜひ聴いてみてください。っていうもう本当にこの1,2,3,4 この3つのコードを4小節で繰り返してるのをひたすら1曲ずっと繰り返すっていうね、はい、本当に US の当時の一番イケてるヒップホップ R&B のスタイルで曲を作ると。当時こんなね B メロで転調もせずサビで転調もせずなんて曲がシングルになるなんてありえない、まあ、今でもありなかなかありえないぐらいだと思うんで、まあ、そんな曲をですね今改めて思ってみればよくぞまあねレコード会社の A&R の方もですねこのレコード会社全体としても編成を通してくれてよくまあ通ったなと思うんですけど、やっぱりですね、リスナーは嘘をつかなかったというかこういう曲を待っていたっておっしゃってくださる人がめちゃめちゃいっぱいいて、この曲はなんか当然僕の中ではもう人生で初めての、いわゆるこう茶の間に広がるヒットになるわけですね。もちろんセールスが上がったこと自体はもちろん嬉しいんだけども、なんかその今売れてるものに近寄せてひよって音楽を作ったわけじゃなくて、自分が好きなものをに時代を寄せてったっていうとちょっといいかっこつけすぎかもしれないですけど、でも事実そう思いながら作ったし、そういう風になったなって思う楽曲でしたと。でこの後まあ何が起こるかというとまあねもういろんなところで話しましたけど、こんな曲今井君の作る曲はなんかかっこいいけど洋楽っぽいし日本ではこういうのは売れないんだよねって言ってた人たちがこぞってこういう曲書いてくださいという風になるという、なんかそういったあの自分のキャリアの中でも非常に大きなターニングポイントで、この曲なかったら今日の僕もきっとないと思いますし、あここで言っちゃっていいのかな、なんか安室ちゃんのやつはまあ今回は安室ちゃんのヒーローもですねこのベスト3選の中に入れようか悩んだんですけど、まあもうヒーローはもう語り尽くしてるし、まあもうみんなも想像つくと思うんで、今回はねあえての殿堂、まあ、入りということでこの3選からは外そうかなと思ってたんですけど、安室ちゃんのヒーローもですねあんなにポップで抑揚があってテンポチェンジもあるけど、まあ、ちょっとずつ微妙に言ったら確かにコード違うけど、まあ、基本全体のトーンとしてはこれも大体3つか4つのこれ、こんな風にワンループの曲でもですね、まあ結果日本一になれたというようなね名誉な、だからある意味シェイクから始まって一つこのループの曲でもですねスーパー市民権を得るんだっていう本当の最後のゴールで言うと、安室ちゃんのヒーローに至るまでですねこのワンループでもやっぱりトップラインとかアレンジの工夫でとっても素敵な曲になるんだよということをですね、なんかこう99年のダブルから2016年のヒーローまでつまり17年かけてなんとなく実証してきたのかなみたいな感覚ですかね。じゃあ2つ目ですね。はい、2つ目は意外とベタですけど、はい、ベイビーアイラビューかな、これはまあ一応 T のベイビーアイラビューが僕が手掛けたベイビーアイラビューで、シェネルのベイビーアイラビューというのは僕が書いた曲を彼女がカバーしてくれたと。思い入れという点でいうともちろんそのオリジナルのね T と一緒に作ったベイビーアイラビューで、実はこれまた2種類あって、パレットっていう T がインディー時代の時に出した、ベイビーアイラビューが本当に僕が、本当にスケッチから作ったベイビーアイラビューで、それがユニバーサルミュージックで、改めてちゃんとメジャーデビュー しますってなった時に、きちんとリメイクしたベイビーアラビューはあのマナブンっていうまたサウンドプロデューサーによってよりね綺麗にトリートメントというかかっちりちゃんとしたアレンジにしていただいたんですけど、なんでこの曲が自分の中で印象深い曲になってるかっていうと、大きく言うと2つあって、1つはさっきまあ言った通り僕は結構その20代の今井少年はですねいかにエッジーかっていうことに命をかけすぎて、やっぱ J-POP ポップ的な情緒とかそういうものよりもとにかくビートのかっこよさ、トレンド、アメリカのビートにも負けないこのトレンド感とかそういったことにやっぱすごく注力していた点もあって、いわゆるまあ J-POP 的なメロディーの美しい曲とか、当時ですね、まあ、ベイビーアイラブを書いた頃でいうといわゆるまあまだまだパタパタのこういうねあのいわゆるガラケー携帯で、着歌とかも流行ってた頃なんですよ。着歌の時期なぜだかミッドでコードの綺麗なバラードまで遅くなく、アップテンポほどダンシーではなく
なんか泣き歌と言われたり着メロと言われたりする、なんかこういうちょっと情緒あるミッドテンポぐらいの曲がすごい流行っていて、海外がどうとかじゃなくて T のそのあの声が、よりねそういう情緒ある、日本のマーケットに合うような曲、俺でも作れる気がする、もしくは俺風味の着歌泣きメロなんとかって言われるようなあの類ですね、だから自分でも作れるような気がしたと。で俺ならこういうアプローチをするなっていう中の一つに T のようなちょっとこう情緒のあるしゃがれ声、男の子の声に対して、ベビーフェイスが書くような綺麗なコードを当て込んだ曲を当てたらどんなことが起きるんだろうと思って、このコードを聴いてると本当にねベビーフェイスとかデビッド・フォスターとか作りそうなタイプの曲をあの声に乗せるっていう、なんかこのちょっと綺麗なものに少しあのちょっとしゃがれた声の入ってくるこのギャップが逆にその曲をものすごく切なくするんじゃないかみたいなことをなんか頭の中で考えて、もともとこの曲自体はマイロ君と T と俺と3人で作ろうっていうのはなんか先にもう決めてあって、じゃあ僕ビート作るんでちょっとみんなにパスしますねみたいなことで、結構ねもう本当に30分かかんないぐらいでこのピアノパーって弾いて、12弦ギターの音でこの最初からデフォルトで入ってるみたいなあのギターの音、こういうやつね、こういうこんな感じの音ですね、こうやってねあのギターの音色で打ち込んで、まあ端々ベース打ち込んでパーカッション打ち込んでドラム打ち込んでってやって、まあなんかそういうね音楽的に自分の中でも J-POP のメインフィールドにおいてもねちょっと自分がチャレンジしてちゃんといい曲作ってやりたいみたいな野心的な曲だったっていうのが一つ目の理由ですと、うん、でもう一つはですねこの T ってアーティストは僕が普段ねこのよくこの YouTube で話す通り、まあ、プロの音楽家としてどうやって例えばマネタイズをするとか、クライアントとどう向き合うかなんて話ねよくしてきたと思うんですけど、T だけはですね意外と特殊で、実は僕もしくは僕らのチームで、発掘したアーティストだったんですね。なので、誰かの依頼で作ったんじゃなくて自分たちで予算を積んで、この T という才能を発掘して、ああじゃあこれだったらなんかこの人のために曲を書いたりみんなで作って出して、でそれを最終的には例えばレコード会社 いわゆるメジャーレーベルと、きちんとディール契約してより広げていけたらいいんじゃないということで、なんかそのクリエイティブにまつわる事業として01から携わっているというのが、ポイントですと。はい、これ最後行く前にヒーローはもう出ないっていうことで、そうなのよ、何なんだっていう、そうですよね、いやでも何なんだっていう、これねいろいろ悩んだけど、まあじゃあ3つ目いきます。はい、はい、めっちゃ悩んだし、多分ねこれ見てくれてる人の中でこのうち僕らはねあのお仕事で関わったアーティストさんとかもいっぱいいると思うんで、俺じゃねえのかよ私じゃねえのかよっていう声が聞こえてきそうでなんですけど、ですね、やっぱ本当いっぱいあるんですよ、もうね、あの人もあげたいこの人もあげたい、あの人この曲も印象的、あのこの子供時代の曲も良かったとかいろいろあるんですけど、やっぱ自分の音楽家としてのやっぱ側面っていうところで言うと、3曲目、ウィンズさんのニューワールドって曲です。どういう意味で自分にとって大切な曲かというと、ウィンズさんってまあ本当にまあ今ね2人になっちゃいましたけど、3人組のキッズのなんだろうな、キッズアイドルまで言っていいのかな、でもアイドル的に可愛らしくポップスを歌って踊って、まあそれが愛くるしくかっこいい可愛らしくでもダンスとか歌が良くてみたいな、なんかそういうグループでしたと思ってましたけど、ある時ですね作曲とプロデュースのオファーが来るわけです。でハタと気づけばもうすっかりもう大人になっていて、アイドルではなくてもアーティストになっていくべき背格好、顔立ち、人間性、音楽的な趣味、どんな音楽が好きかみたいな背景も含めて、もうアイドルじゃないよなこの人たちはっていうのを強く感じられる瞬間でした。で当然彼らもですね当時徐々に K-POP とか流行ってきたり、洋楽でも例えばニーヨとかクリス・ブラウンとか、こうやって歌って踊ってかっこいいアーティストの次世代みたいな、マイケル以降の次世代みたいな人がもうどんどん世界中 K-POP も含めてね、いう中で彼らもですねただのアイドルじゃなく ただのって怒られちゃうね、アイドル的なアプローチじゃなくて、やっぱり自分たちももっと
歌って踊って自信を持ってかっこよく佇まいができる曲を作りたいみたいな、なんかそんな空気を感じたんですよ。別にここまで明文化されてなかったと思うし、言葉として説明を受けたわけではないけど、僕がなんかそういう空気をすごく感じて、まあ偉そうな言い方ですけど、ウィンズさんってアーティストを新しくリブランディングできるような曲が書けたら、なんかすごく新しいファンの獲得、それから本人たちがまたこうギュッと背筋が伸びて、自分たちをかっこいいと思って自分たちを演じる背筋の伸び方とか、そういう、曲が書けたらいいなと思って作ったのがこのニューワールドって曲でしたと。なのでまあ少しこうね、当時流行っていたこう EDM じゃないけどエレクトロダンスミュージック的な要素を取り入れたりとか、でもサビにはちょっとやっぱね、日本の J-POP 的な情緒あるコード進行とメロディーラインが乗ってきたりとか、いろんな加減、さじ加減をブレンドしながらですね作った曲なんですけど、まあこのアーティストのリブランディングってちょっと本当は自分の中でもなんかいい曲かけたなプラス、さっきね、ベイビーアラビュー、 T のベイビーアラビューでいうと、このその音楽産業に携わる身として、このマーケとかビジネスとか投資とかいい曲かけたなのその先にあるものまでなんかリーチできたんじゃないかってところはすごく意義深いと。で本当はね、このタイプの曲、つまりアーティストのリブランディングみたいな意味合いで一つこの音楽産業に何か貢献できたんじゃないかっていうので言うと、本当は安室ちゃんのスイートシークとめっちゃ悩んだんですよ。安室ちゃんのスイートシークでね、グッドタイムスとかバーバルで作ったジャストセイソーとか、小室ファミリー的な見え方をしていた、ね、ポップで可愛かった安室ちゃんからかっこよくてアーティーな安室ちゃんに、成長していくぞと、ウィンズさんもそうだし、やっぱこういったね、お互い人生のこの転機とか、このゲームチェンジだったりとか、人生のこの分岐点をね共にしたアーティストっていうのはやっぱり何かこう特別な思いがあるのは、まあなんかちょっと当然のことなのかなということで、はい、皆さんがね選んでくださる今井ワークスベスト3はまた違ったものだと思うんですけど、なんかそんなのもねコメントに寄せていただいたり、したら嬉しいし、僕ももちろんあの曲この曲も上げたかったなってもちろんあるので、およびですね、チャンネル登録もですね皆さんお願いできたらということで、今井ワークスマイベストソング参戦ということでお届けさせていただきました、はい、ということで皆さんね、チャンネル登録コメント等々、励みになりますのでよろしくお願いします、はい、ということで、音楽で日本を楽しく今井亮介 YouTube チャンネルでした。また